ジャパン、すごい日本と世界のニュースへようこそ。今回は高市早苗大臣の総裁選についてお話ししていきたいと思います。このチャンネルでは高市大臣と青山繁晴議員を応援する立場で総裁選を追いかけさせていただきました。残念ながらですね、ちょっと青山議員に関しては出馬ならずという形でですね、大変無念なところではあったんですけども、もう本当に無理やりですが気持ちを切り替えてですね、高市大臣の動向、本日は追いかけていきたいんですけども、高市大臣の先日あった出馬会見ですね、所信表明ではなく出馬会見なんですけども、これに関して私は強く感銘を受けたと発信させていただいたわけですね。まず第一に、これは高市大臣が昔から一番大事にしている国家観がやはり素晴らしいってことですね。高市さんのことを追いかけている支持者の方々は、もはやよく聞くフレーズではないかとも思いますが、高市大臣は国の究極の使命は国民の命と財産を守ること、そして日本の領土、領海、資源、主権と名誉を守ることであるとしています。これは前回の総裁選でも全てをかけて働く所存だと発信していました。そして高市大臣は防衛力と外交力と情報力の強化で日本を守っていくとしつつ、内閣総理大臣は自衛隊の最高指揮官でございますとして、迅速かつ的確な判断でその重責を担い、ことに臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努め、もって国民の負託に応えることを誓いますと、自衛隊の服務の先生になぞって発信されました。また個人的にはですね、中国がもう無法もいいとこなんですけども、どんどん設置していってる部位についても即撤去するということを明言されました。これが言えるのは本当に心強いところですね。これを堂々と言える政治家、果たして一体何人いるのでしょうか。このリーダーとして先頭に立つ覚悟、そして圧倒的な政策通であることなどが本当に申し分ない方だと思うわけですが、そんな高市大臣が総理大臣になったら困る人はどうやらたくさんいらっしゃるようで、もしくは困るわけではないにしろ、ものすごくずれた批判をしてくる人も多いわけです。今回はそんな高市大臣に対する批判についてですね、私もちょっと声を上げたいところです。ではお話ししていきましょう。このチャンネルでは日本を応援する立場から日本や世界の興味深いニュースを中心に様々な情報をお届けしています。こちらは当チャンネルから発信した動画の代表的なものになります。こうした情報に少しでも興味のある方や日本が大好きな方は、忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。まず高市大臣は出馬会見でも記者からの質問で突っ込まれていましたが、人付き合いが悪いということがちょくちょくと指摘されています。要は政治を回していくには周りの人間といかに物事を調整するかっていうのも大事なので、ノミニケーションなりなんなりもっとしないといけないんじゃないかだとか、なんか電話の対応が悪いだとか、挨拶が少ないだとか、言われたい放題なわけですね。しかもそこそこの有識者の方もこの意見の人結構多いんですよね。これ見て私結構驚愕しました。例えばなんですが、今回都知事選ありましたよね。あの都知事選においてなぜ石丸旋風っていうのは起きたのか、この人たちって何も分析していないんだなと。私は石丸さんに関しては国家観とか政策云々はちょっとよく見えてませんので、中立の立場で見ているんですけれども、少なくとも石丸旋風が起きた理由は、そういう今までの政治家によるやり方に我々国民が嫌気がさしているから起こったことじゃないですか。高市大臣は昔から超がつくほどの仕事人間です。本やホームページ、SNS など何でも結構ですが、日々の活動を見ているともよく伝わりますよね。ホームページのコラムには当選一期の頃からたくさんの仕事について書き記された内容がありますが、ものすごいですし、会見での記者からの指摘に対しても、私は仕事人間なので飲みに行くのが苦手で、その時間をすべて仕事と勉学に費やしたいとしていました。だからこそ圧倒的な会見ができるわけですよね。ものすごく具体的な政策論を発信できるんです。様々な知識と情報が頭の中に詰まっていて、カンペなんかもほとんど必要ないと。それを自分の中で整理してどう活用するかも全部できているから、紙を見なくてもものすごい答弁を自分の言葉で常に発信することができるんですね。政治家同士が党利党略のために飲み会をしているのが優れた政治家の条件だと思っている方は、はっきり言って老害だ
って思われても仕方がないでしょう。これ普通の企業でも同じですよ。ノミニケーションとか言っている人はこれからの時代では通用しないっていう見方もありますよね。まあ私は飲むの好きなのでノミニケーションとかも結構好きは好きなんですけれども、それが全てではないのは明らかですし、そこに時間を割くよりも政治家の、ましてや日本のトップに立つ人間はその時間全部をですね、しっかりと、まあ、政策論を詰めるものであったりだとか、まあ、仕事ももちろんそうですし、知識をつけることにもそうですし、情報を集めることにもそうですし、そうしたことにですね時間を割いていただくっていうのはかなり大事なんじゃないかなと思いますね。しかも、まあ、とある有名な方はですね、高市さんのことをですねちょっと小バカにするような感じで、まああの人はもう言ってしまった政策オタクなんだよねみたいな感じで批判してたんですけども、いや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 、政策に通じてることって政治家にとってとてつもない長所じゃないですか。パリに行ってちょいちょいと仕事をした感じを出してエッフェル塔に行って写真撮ってるよりよっぽどいいですよ。ちなみにこの出馬会見の時こんなやり取りありましたよね。小泉進次郎さんが選択的夫婦別姓に関して、まあ旧姓ではですね不動産登記ができないっていうことでそれを問題視されていたんですけれども、これに関して高市大臣がですね、いやいやそれは間違っていると、今年の4月からできるようになっていますと発信したりですね、やはりトップに立つ人間として、まあ今いろいろと話題になっていることに関してですね、正しい情報を集めきれていないっていうのはまあ少しマイナスなんじゃないかなと、まあ少しってちょっとオブラートに包むような言い方をしましたけども、かなりマイナスじゃないかなって個人的には思うんですね。でさらに TBS の昼帯でジャーナリストの伊藤敦夫氏が高市早苗氏の会見について45点とですね結構辛口採点をされたそう でその辛口の中身、まあ、見ていくと、まず一つがですね、話が長すぎるって言ってバッサリ言ったらしいんですね。これは私はまあ番組を見ていないのであくまでニュース記事を見ての個人の感想として受け取っていただきたいんですけども、まあ、例えば岸田さんなんかあれですよね、質問されると毎回今、何々という質問がありました、何々、という現状についてこうした課題がある中ほにゃららほにゃららほにゃららとあえてあれ話を引き伸ばして、あれ結局何の質問してたかなっていうのを煙に巻くっていう、ちょっとある種高等なですね手法を用いて質疑応答の中でうやむやにしちゃうっていうやり方をするんですけれども、高市大臣の話って、まあ、出馬会見確かにちょっと長かったんですけれども、話は長いもののその話で全部理路整然としてまして、そもそも無駄な部分一切ありませんでした。ただただ圧倒的な政策論を持っているがゆえに伝える内容が濃い多くなる、そこは否めないと。だから私はですね、あの話が長いっていうのは全く気にならないんですよね。面白い映画を2時間見るのと、もう何も中身がないような、もうなんかぼーっとしてもなんだこれみたいな映画を30分見るんだったら、絶対2時間の映画の方がいい映画じゃないですか。そういうことですよ。いい会見かどうかっていうのはその中身ですよね、時間じゃなくてって思うんですよね。で特に自民党総裁選って我々この国民にとっても本当に大事なイベントなわけですね。だからじっくり話聞きたいですよ。この人はどんな政治家なのか、どういう思想を持っているのか、どんな国家観を持っているのか、今後何を変えていきたいのか、総理になって何をしていくのか、めちゃくちゃちゃんと聞きたいですからね。でそこをふわふわっとした言い方をされると大丈夫かなって僕なんかは思っちゃうと。そのふわふわっとした言い方ではなく、言ってしまったら何をするためにどういう手順をつけてやっていくのか。例えば経済対策云々にしても高市さん本当に細かく言ってましたよね。まあ、エネルギーへの投資に関しても2020年代2030年代とですねステップを踏んで、まあ、最終的に核融合炉であったりだとか、まあいろいろと細かく発信されていました。まあちょっと比較するのであれなんですけれども、まあ、失礼ながら例えば、まあ、上川さんの出馬会見とかすごいふわふわしてたなって思うんですよね。まあ、20分ほどで質疑応答に入っちゃったと思うんですけれども、結構なんかふわふわとなんか頑張りたい、ふわこれをよくしたいみたいな、私はこれまで何々をしてきたんだみたいなことを言ってるんですけれども、ちょっと個人的にはガクッときたかなってとこでしたね。またですね、この番組で伊藤氏は得意の政策、まあ、つまり国力強化などの主張が高市さんは長くて一般人の共感を得にくかったと、さらに裏金議員の問題について、まあ、処分について後ろ向きだったという2点を指摘されています。確かに一般人の共感を得にくいのは事実かなとも思いますね。まあ、でも一般人の層に
目を向きすぎていたら高市大臣の長所伝わらないんじゃないかなとも思うんですよね。そうなると今回は出馬している人がたくさんいるので埋もれてしまうんじゃないかなと、逆効果じゃないかなって個人的には思いました。また裏金議員の処分に関しては確かに賛否が分かれるかもしれませんが、まあ、内容がいいか悪いかはもう本当に別の話なんですけれども、一応党としてまとまった話としてですね、形にしたものを自分が総理になったらすぐに覆すっていうのは独裁のようになってしまうから、それはやらないっていうのは、まあ、ある種、まあ、そういう見方もできるのかなと、まあ、一理あるかなって思わなくもない一方、まあ、やはりですね、この裏金問題に関しては我々はですね、大変な不満を抱いているところなので、もっと強気に出てほしいなとも思うわけですね。ただまあ現実問題として、まあ、高市大臣が本気で総理になるためには弱点の議員票をたくさん得れるかどうか、そこ結構大事になってくるんで、まあ、そういった部分も考えて妥協せざるを得なかったっていう可能性もありますよね。高市さんは結構リアリストですから、まあ、やむを得ずって感じかもしれません。まあ、ただですね、政治資金規正法案本当にザル法なのは間違いなので、まあ、ちょっと改正というかね、まあ、メスしっかり入れていただきたいというのは思うところですね。でさらに同様に田崎史郎氏は40点をつけたと。でこの方が言うには、高市さんはいろいろと政策を訴えられているが、いつまでにという目標年次がない、単に羅列と指摘しています。まあ、これはある意味芯を食った話のようにも思えなくもないんですね。例えば進次郎さんは直近1年でやることばかり言ってましたよね。でまあ茂木さんとかはまあ、あの3年で結果を出すために具体的に何をしていくのか、で結果を出せなかったらもう私は責任を取るみたいなことも言ってて、あなんか仕事人間というか、まあいかにもね茂木さんだなっていうような発信の仕方で、まああれはあれですごいなと思ったんですけども、まあ進次郎さんとかはまあもうちょっと中長期的な視野で何をしていくのかっていうのが見えにくいのはまあ結構残念だったかなと。で高井さんはもうね、結構やっぱり見ている視野が大きいんですよね。見ている視野が大きいからこそ、まあ、間にそれで何をしていくかっていうところを言うだけでも十分説得力があったんですよね。でそこにまあ目標年次っていうのを入れていっても、まあ実際その目標年次通りにことが進むかって言ったら正直そんなことはないと思うんですよね、今までの政治を見てくると。だから形だけの目標年次で、まあ、ちょっと好感を得ようとするよりも、とにかく目標に向かっての間のステップで何をするかっていうことを発信している、そっちの方が重要かもしれないなと思う次第ですね。目標に向けて何年以内に頑張りますよりも、そのステップの示し方かなり好感が持てました。逆に目処が立てにくいものっていうのも多いですしね、まあとても大事なところでしょう。まあ高井さんでもそもそも仕事早いですし、決断力もずば抜けてる印象がありますので、まあ十分ですね、頼れるんじゃないかなと個人的には思いますね。ただそれを知らない国民に対してアプローチするという意味では確かに伝わりにくいかもしれません。あとは省庁再編というところに疑問があったと田崎さんはおっしゃっています。まあこの辺りもですね、人それぞれの考え方なのかなとは思うんですけれども、いずれ誰かがメスを入れなければならないポイントは結構多いわけですね。だからそれだけでまあ40点つけるっていうのはなんかちょっと僕の中では違うんじゃないかなと。まあ別にこれは個人のつけ方なんで、それがどうこうっていうのはおかしな話なんですけれども、個人的には優先順位のつけ方が独特だなと、あそこなんだって感じはしますね。まあ伊藤さん、田崎さん、ね、そして私、見ているポイントも優先順位も違いますので、間違っているとまでは言いませんけれども、みたいな、ちょっと意味がわからんみたいなところは正直あります。だって普通に考えて、この国家間安全保障、経済対策、そしてリーダーとしての気概、この時点で確実に合格点です。個人的には高市大臣と他の候補との間には埋められない圧倒的な差を感じました。我々の安全を全てをかけて守ってくれるとする総理大臣、既存の政治家の枠にはまらない仕事人間、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。さなえあれば憂いなし、日本をもう一度てっぺんに、言うだけなら簡単なこの言葉になぜ説得力を感じるのか。それは高市早苗という人間の歴史が裏打ちしている実績、そして高市早苗という人間力、信念、これがあるからですよね。本当に心強いです。考えていることは人間は全部行動に出ます。高市さんは行動で示している、その部分が非常に強い政治家ではないでしょうか。そして告示日に行われた所信表明も素晴らしかったですね。原稿に目を落とすことがほとんどないから、演説としても素晴らしいものがありました。冒頭いきなり政策については先般の立候補記者会見で喋り散らかしましたので、これ以上喋るなと言われましたというユーモアある入りでしたが、まあ、これちょっと冷静に考えたら、これ以上喋るなって誰が言ったんでしょうかね。まあ所信表明の場なので、総裁としての
決議を喋ってほしいと、まあ、管理委員会とかから言われているのかもしれないですけども、まあ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 。で、高市さんの所信表明では、このようなことを発信されていました。真っ先にやることは、国民の皆様に信頼してもらえる自民党にする。国においても地方においても、あらゆる選挙で勝ち続けられる強い自民党を作る。それに対してですね、寝食を忘れて働く覚悟。ここですよね、本当に毎度毎度、自身の覚悟をですね、強く示されるのはかっこいいなって思いますよね。まあ、その後に、まあ、食べるのは忘れられないかもしれないってボソッとね、ユーモアあるあたり、まあ奈良の方というか関西の方だなみたいな感じがしますが、また政党交付金とはクリーンな活動のために国民に負担してもらう形で導入した制度である。しかしそれが特定の幹部が分配に関して掌握していて公平に分配されているわけではなく、経費を差し引いたら手取りが30万円台の議員も多いということにも言及されていました。議員の方の手取りの実態は私も分かりかねますが、政党交付金のルーツについてしっかりと話される政治家さんでなかなかいないんで、個人的にはちょっと目を引いたポイントでしたね。そして、まあ、自民党来年ですね、結党70年を迎えるので、ここらあたりで自民党を鍛え直して作り直そうと強く発信されていました。いや素晴らしかったですね、本当に。まあここからですね、いろんなところで討論会などありますし、まあどうやってですね、党員の方、そして議員の方からのね、票を募れるのか、そのあたり注目しながらですね、まあ応援していきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったという方はチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いします。また当チャンネルはメンバーシップも開設しております。メンバー限定動画や過去の非公開動画などを公開していきますので、ご興味のある方はメンバーシップの加入をお願いいたします。またグループチャンネル世界の経済ニュースではこのチャンネルだけでは得られない幅広い世界の動きについて取り上げています。サブチャンネルジャパンさんのお話では日本の観光地巡りなどしていますので、概要欄からぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。